ゲリラ雷雨情報です。まずはいただいている天気の報告で見ていきましょう。現在は西日本から東日本、広く日差しが届いております。その他北日本ではすっきりしない天気で雨が降りやすくなっているようです。今晴れているところでも午後は油断ができません。雷雨発生確率見ていきますと、このように関東の北部、そして東北や北海道の北部などでは可能性が高まっています。特に紫色に塗られているエリアでは高まっていますので注意が必要です。では雨雲の様子も確認していきましょう。この先の雨雲の様子見ていくと、北日本では雨雲広がりやすいですが、その他北関東や北陸、近畿の中部、そして九州の山沿いでも雨が降る可能性がありそうです。この後も今は晴れているところでも雨、そして雷に注意をしてください。以上、ゲリラ雷雨情報をお伝えしました。